それはだから、長い話になるけど、それで SF を書きたいなみたいな話をしたんですけど、最初は反対されたんだけど、まあ、しょうがねえからって言って乗っけてもらって、それが意外と反響があったんで、最初にファイアボールってやって、ファイアボールって50ページぐらいで頼まれて、書き始めたらとっても50ページで終わんなかったんで、あれをもうちょっとちゃんとやろうかなと思って始めたのがアキラじゃないですかね。鉄夫がドラッグをやりながら非常に破壊的になっていって、潰れていくっていう、若い衝動だけで暴力に走ってだんだんみんな潰れていくみたいな、そういう感じで出してるんでね。だからその頃の暴走族であったり、まあ、ロックもそうだったし、パンクもそうだし、なんかみんな廃止するんじゃないですか。あんまりね、社会に参加してない人間を主人公にしたかったんでね。そういう社会の中に入っていない、または出てしまった人間たちの方がやっぱ書いてて面白いってのはありますけどね。それは俺たちもそうだったみたいに、今の若いやつらも自分で探さなきゃいけないじゃないですか。俺たちが何か言うことじゃないですよ。俺たちが何言ったって誰も聞かないしね、どうせね。そんなもんじゃないですかね。